キリンラジオ劇場スペースロマン、爽やか透き通ったキリンレモンがお送りするキリンラジオ劇場スペースロマン、山本澄香原作、週刊マーガレット連載、エースを狙え、脚色田中信、出演矢島正明、高坂誠、中田浩二、池田雅子、その他俳優の皆さんです。西高テニス部1年岡博美、地区大会決勝戦では無残な敗北を味わった。だがコーチの宗像は、練習次第で素晴らしいプレーも夢ではないと言った。本当にそうだろうか。練習次第であのお蝶夫人のような、あんな素晴らしいプレーができるようになるんだろうか。だとしたら、どんな特訓も厭わない。ダメだ岡、まだ肘が曲がる。はい、コーチ。練習ぶりを眺めるお蝶夫人の心は複雑である。コーチが付きっきりで特訓してるからだわ。ヒロミ、ここ何日かで随分上達してる。私が見てあげていた頃よりずっと良くなって。いきなりテニスの球がお蝶夫人のそばの鏡に打ち当たる。お蝶、危ない。お蝶夫人、騒ぐな。大丈夫だ。左腕を押さえて座り込むお蝶夫人、いきなりその左腕の袖を破く宗像。何をなさるんです。動くな。やめてください。動くんじゃない。べったりと血のにじんだお蝶夫人の腕に宗像は素早く布を巻きつける。よし、すぐ医者に見せるんだ。よくも人前でこんな。別に隠れてするほどのことでもなかろう。宗像の方にお蝶夫人の手が飛んだ。互いに無言で睨み合う。そしてお蝶らしくもない。試合前に早く直せ。今日は月例男女テニス部交換会。お蝶夫人を除いて部員全部とコーチの顔も見える。あの、女子部員の大半を代表して発言したいんですが。はい、音羽さんどうぞ。私たち宗像コーチのなさることが納得できないんです。テニス王国と謳われる西高テニス部の女子部員として、私たち全員全力を尽くしているんです。なのにコーチはある一人の部員の特訓にかかりきりでいらっしゃる。こんなことが許されますか。ヒロミは明らかに自分のことが非難されているのを知った。宗像は無言である。いつまでこんなことを続けるおつもりなんですコーチ。宗像コーチがいらしてからクラブの秩序はめちゃめちゃです。特定の部員を特訓するコーチのやり方には私たちもうついていけません。そうよそうよ、壊せたわ。動揺する部員たちのざわめきの中で東堂が口を開いた。また穏やかでない発言ですね。でも本当のことです。まあそう感情的にならないで。コーチ、何かおっしゃることは。別にない。当たり前よ、何も言えるはずはないわよ。そうよね。では僕が代わりに。選手5名の実力が平均していない以上、力不足の選手への特訓はコーチとして当然の務めだと思います。ああ、賛成だな。またどうしてそんなことが問題になるんだろう。それに男子部のキャプテンとして言わせてもらうなら、宗像コーチが信任されてからみんなめきめき上達してる。尾崎が口を添える。そしてさらに東堂が加えた。それともコーチの特訓が厳しくて
その特定の選手が気の毒だということですか？いえ、お蝶夫人がお休みなので、みんな気が立っているんです。その…ああ、あのことですか。みんな知ってるだろう、お蝶夫人の怪我のこと。あのことね。僕も見てた。ガラスは危険だから、コーチの手当ては適切だったと思うし、それに男なら誰でもああしたいと思わないか。どっと湧く部員たちの中で、お蝶夫人の取り巻き3人は憤然と立ち尽くし、ヒロミは身の縮まる思いで座っていた。ではそろそろ時間ですから、今回はこれで。東堂さんってさすが生徒会長、鮮やかだわ。それに宗像コーチ、あんなに落ち着いて大人なんだな。ヒロミは今日の月齢交換会のことを思い出しながら、胸にバラの花束を抱え、お蝶夫人の家へ急いでいた。え、門のところに花束が。カードが添えてあるわ。早く良くなってください。 H ヒロミ。まあ、なんて可愛いこと。でも東堂さんとの間に割り込むことは許さない。これ以上コーチを独占することも。初めて会った時のままなら可愛がっていられるのに、上達するのが早すぎる。どんどん私に向かって伸びてくる。お蝶夫人の目は燃えていた。キリンレモン渚のイメージトリップ。グラスに透き通ったキリンレモンを満たすと、渚の心はたちまちウキウキ。イメージの旅に出発進行。今日はエジプトのピラミッドのてっぺんに登っちゃった。風の中からクレオパトラが好きだった当時の流行り歌が聞こえたりしてきて。ピラミッドで有名なのはギゼの三大ピラミッド。その第一ピラミッドは平均2トン半の切り石ざっと230万個を使ってるんですって。そして作るのに40年もかかったって。びっくり。キリンレモンは何年できたかって？昭和3年。もう生まれてから50年になるんですよ。光のシャワーを浴びながら、ワンドキリン、キリンレモン。東宝映画火の鳥声の出演の最終審査が昨日日本放送で行われ、岡雅子さんがグランプリに選ばれました。人間は虫よりも鳥よりも犬や猫や猿よりも長生きです。生きるの。岡さんには賞金30万円とキリンレモン1年分が贈られました。なお準優勝には岡本幸子さん、野本香織さん、大橋照子さんの3人が選ばれました。おめでとうございます。爽やか透き通ったキリンレモンがお送りしたキリンラジオ劇場スペースロマンを終わります。